ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。 早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思いますが引き続き5万6千5万7千近辺での推移となっておりますで非常にですねこの5万6千7千近辺のあたりがですねボトムとなっていてこのあたりはかなり底堅く、えーまあ、サポートのラインとして維持されているかなと思っていますでまあこれの理由なんですけれども結構この5万から5万6千の間っていうのはエアポケットになっているまあどういうことかっていうとこのあたり買ってる人はいなくて その上のレベルからですね、かなりマーケットは結構参入している人が非常に多いんですよね。なので、この5万6000近辺というのは心理的にかなり底堅いサポートのラインというふうになっている状況となっております。で、その一方で、この5万6000あたりをですね、大きくズバーンと抜けていくと、まあ、結構フリーフォールのような形で、一気に5万3000近辺まで落ちていくんじゃないかというふうなレベル感と今言われています。で、このあたりはですね、次の動画で グラスノードのデータを皆さんと一緒に解説しながらお話をしていきたいと思いますので、そちらの方を見ていただければと思っております。はい。で、引き続きイーサんの方なんですけれども、こちらに関しては、こちらのブルーのラインの50日の疲労平均線ですね。このあたりがサポートとなって、引き続きそこがく推移をしていると。で、なかなか上がっていかないなという印象はあるものの、 え、じりじりとですね、下値を切り上げていっているので、またまあ上昇トレンドに、ま、一旦乗っかっていけるかどうかっていうところが一つの焦点かなとなっています。で、一旦この三角持ち合いのところを、あの、引き続き長く引っ張ってみると、まあ、4500近辺っていうのが一つ、えー、わねの、まあ、重す、あの、わねを抑えるような形のところには、ね、水準化にはなると思うので、 この辺りをしっかり抜けていけると、短期的な上昇モメンタムっていうのはテクニカル的にも引き続きあの続いていくんじゃないかなと思っております。はいで。あとはですね、全般的に見ると、ここ最近好調だったあのアバランチだったりとかっていうのが非常に値を大きく下げていたりとか、まあ、あとはですね、マナーだったりとかサンドのようなメタバースの関連銘柄がもう本当ぶち上げているような形になっているので、まあ、この辺りの背景だったりとかっていうのを 後ほどニュースで皆さんにご紹介をしていきたいと思います。はい。ということで、えー、このあたりかなり触られている方も、まあ、多いんではないかなと思いますが、今の仮想通貨の、もしくはその株式でもそうなんですけれども、えー、中心はメータバースというような状況は変わりはないかなと思っております。では、えー、ここからニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、その前にですね、このチャンネルサポートしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に 嬉しいですよろしくお願いいたします。では、ニュース見ていきたいと思うんですが、はい、こちらですね、メタバースのプラットフォームに対して、アディラスがですね、パートナーシップを組みましたよというようなニュースが出ていました。で、このメタバースの,あのプラットフォームなんですけれども、非常にここ最近注目が集まっているサンドボックスということに今なっております。で、この発表があった後に、25%の え3度のトークンがですね大きく上昇しているなんていうのがニュースとして出ていたんですけれどもえここ最近のですねメタバースの中心の一つのホットトピックとしてファッションといいうものが挙げられていますでこれはあの昨日今日とかっていうわけではなくてえここ数ヶ月前ぐらいから結構ですね NFT としてスニーカーが結構いろんなところで頻繁に出ていたと思うんですよね。 でそのスニーカーって履けないから意味ないじゃんっていうことが結構いろんなところでは言われていたと思うんですけれどもただし今,今後メタバースの世界で活動することが多くなっていくと想像すると我々が普段着ているような洋服っていうのがそのまま現実社会が、まあ、あのメタバースの世界に行ったと考えるとあそれおしゃれだねとかその スニーカーいいねとかそのバッグいいねみたいのがそのままメタマースの空間に入っていくとやっぱりファッションの力っていうのはかなり大きくなっていくんではないかと。でかつ NFT で管理されているようであればいろんなものは例えば限定一品ものにできたりとかっていうのもあるので現実世界と何ら変わりはないような状況になるんじゃないかというふうに今は言われています。で、えー、まあこういった流れがですねどん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 今続いているわけなんですが、えー、この皆さん ツイッターーフォローされてますでしょうかバリーさんという方なんですけれども、えー、グレースケールだとかコインベースだとか、そういった、えー、本当に名だたる仮想通貨の関連企業の、えー、トップに君臨するですね、えっ、ー、と、何だったっけな、デジタルカネシーグループ DCG の、えー、トップの方ですね。で、彼が、えー、結構ツイートをすると、アルゴリズムでこのツイートの中に含まれているあのトークンの が今回マナーってありますけれども、これが買われるなんていうアルゴリズムも組まれているというふうに言われているぐらいなんですが、まあ、今回ですね、改めてマナーに関しては、今5ドルを超えてきたと。で、5ドルを超えてきたっていうことは、このマナーディーセントラランドの DAO があるんですけれども、DAO がですね、えっと2、2ミリオントークンだったかな、あの2億トークンぐらい持っていて、この5ドルで、 考えるるとと、まあ、億円になるとちょっと計算間違ってたら申し訳ないんですがそ DAO が1,000億円持っているということは DAO DA が、えー、このディ,セントラライズディセントラライズドメタバースの、えー、世界に対して1,000億円を投資できるような状況と変わんないんだぞとこの今ものすごくあの投資熱があのいろんなところが本当に過熱している中でこの DAO が結びついているディセントラランドについては 億円の資資金がが投資されるる可能性があるんで、すよいいうのを改めててツイートをしていましまたで同じようなツイートを10月31日の時点でもしていたので、まあ、いかにこのバーリーさんがこのディーセントラランドのマナートークンをですね、押してるかっていうのが今回分かると思うんですが、これがあの出た後にかなりまたマナもバツンと上がっていて、かなりやはりこの,あのメタバース関連のトークンの中では、一つ大きく注目をされているものでもあるので、 注目をしておくべきかなというところと、あとこのバリーさんというのはですね、あの本当にさっきも言ったように、仮想通貨界のいわゆる重鎮でもあるので、彼のツイートでマーケットかなり動くので、まあ、フォローしておくといいんじゃないかなと思っております。はい、で、まあ、そのディセントラランドのトークンなんですけれども、まあ、同じようなことがニュースとして出ていました。で、これもですね、あのじゃあその1000億円というのが、 まあ大きいのか小さいのかという,う考えたときにまあ普通に大きいと思うんですけれども、まあ、これが今 Facebook がまあ Facebook っていうのは Meta ですねメタがメタバースの世界に対してバジェットとして今持っている10ビリオン US ドルの10%に当たるこれってあの信じられないぐらい大きいその Facebook ってものすごい世界でもじかあの大きい企業だと思うんですけれども、まあ、それの10%のバジェットを持っているというふうに考えるとかなり巨大な バジェットですよねメタバース開発費という意味では。なので、今後、もっともっと、このマナ、あのマナトークンだったりとか、まあ、ディセントラランドのメタバースの空間っていうのは、さらに大きく発展していくんじゃないかということで、メタバース関連の銘柄の中で、このやはりマナとサンド、サンドボックスに関しては、目が離せない銘柄かなと思うので、引き続き注視をしていきたいと思っております。はい。えー、次なんですけれども、インドの方でですね、 えー、ここ最近非常に規制の行方っていうのがいろいろニュースとなっているんですがちょっと前までは、えー、とトークンを、まあ、その仮想通貨を取引の,あの対価としていわゆる通貨としては使ってはいけませんよとただし投資対象としては OK ですというふうに流れとして進んでいくんじゃないかっていうようなことが発表をされていたんですけれどもこの度改めてインドの政府から発表されたのは プライベートな仮想通貨は全て禁止で、すとでこれってプライベートってどういう意味かっていうのが一つ焦点になっているんですがもし政府が発行したもの以外全てプライベートと取るようであればビットコインですらダメになってしまうと。で、そういったこともあって、まあ、インドの、えーまあ、人たちが多く使うような取引所だったりとかは、まあ、約ですね、普通上の他の世界の取引価格よりも3%ぐらいディスカウントされて 取引されていたとかっていうのもあるのでかなり投げ売りが出ていたそうです。でプラスこれに加えて USDT、USDT テザーに関してもまあ、通常1ドル1テザーですよね。それが0.98とか0.97テザー、まあ、約3%ぐらいのディスカウントになってたりとかいいのでマーケット全体が非常にインドの方では混乱をしていたというような状況らしいです。でその一方でなんですけれどもこのプライベートという言葉を あのインドの政府が使ったとということは例えばあの非中央集権的なまあなんて言うんですかねあの例えばビットコインとかあの誰にも管理されることなく中央集権的でないトークンに関しては、まあ、それをプライベートというかどうかっていうのはやっぱり議論のポイントとなると思うんですがこのインドの政府がプライベートっていう言葉を使ったということはまだインドの政府がこのビットコインだったり仮想通貨の概念をまあ理解してないんじゃないかっていうふうに 今見られていますなので今後このやはりインドの政府がビットコインだったりとか仮想通貨に対してもっともっとリサーチを進めたことによってこの定義だったりは変わってくると思うし今世界でビットコイン仮想通貨を使っているあの世界ランキングのインドはですねほぼもうトップにいるんですよ。でそういったことを考えると彼らの経済にはもうなくてはならないものになっているものをまあ禁止するというのはかなり難しいんじゃないかというふうに も同時に言われていますなので、今後はですね、おそらく今回禁止みたいな感じになってますけれども、今後、規制としては緩和の方向に向かっていくんじゃないかということで、まあ、一旦、この混乱期っていうのは短期的に起こっただけで、まあ、すぐ収まるんじゃないかというふうに言われています。今後はこの辺り、かなりマーケットへのインパクトっていうのは大きいと思うので、追ってみていきたいと思っております。はい。えー、次なんですが、こちらですね、昨日、YouTube のショート動画で あのショーツですかね動画で出したんですけれども、アバランチのここ最近の取引手数料とかっていうのがものすごく上昇してきてますよというのがニュースとしてなってます。で、これなぜ注目されているかというと、もちろん、えっと、イーサレムと比較して非常に安いですよということが売り文句に一つなっていたっていうのはあるんですけれども、このアバランチのプラットフォームに対して投資をしている3アローズキャピタルというところのま CEO がですね、非常に イーサリアムのガス代が上がってるだとか、まあ、イーサリアムの運営に対して、まあ、非常に攻撃的な言葉を発していたんですがで実際自分たちはどうかっていうふうに見てみると、まあ、同じように、えー、あのガス代が非常に多く上がっていて結局同じじゃんみたいな感じになってるとで少しちょっとデータ見ていきたいと思うんですがこれがまずですねアバランチのトークンの価格の上昇ですよね。どどどどんどんんどん価格が上昇しててていってそれに伴って これは取引ボリュームがどん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 高まっていると。まあこれは DeFi とかっていうところも含めてなんですが、トランザクションパーデーですね。1日当たりのトランザクションの価格が、まあ、数がどん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 上がっていっていると。でまあこれは納得いきますと。同じように価格と上がっていっている。で、それに加えて取引に対しての,、まあ、あのトータルガスユーストパーデイなので、どれぐらいのガス代が1日に使われているかというような状況になっています。 でまあ本当これ見てみるとこの数か月の間に1日で使われるガス代が何倍にもなっているとでこれに伴ってガス代がどん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 上がっていってますよというのが、まあ、これらの一連のチャートになってますでもっと細かいところを見ていくといろいろと、ね、見えてくるとは思うんですが結局はイーサリアムと、まあ、同じなんじゃないこれってもっともっとトークンの値段が上がってかつ取引量が上がってくると もしかしたらイーサリアムよりも高いんじゃないのみたいな話っていうのは今後出てきかねないなと思いますしイーサリアムに関しては2.04に移行というのもあるので、まあ、今の状況から比較すると、まあ、何倍もというか何十倍もガス代が下がるというふうに言われてます。で、そうなってくるとイーサリアムキラーとして色々と見られていたトークンに関してはやっぱりイーサリアムだよねみたいな感じで ちちょっと競争力っていうのがが落ちてくるる可能性があるんじゃないいかななと思っていますなのでこの辺りをちょっとやっぱり見てみると DeFi 系のトークンっていうのは、まあ、今のところはですけれどもイースタアム一択なのかなっていうのはちょっと思ったりはしますよね。まあ無理してアバランチだったりとか、まあ、他ソラーナもそうですけれどもそちらの方に行くのかどうかっていうのは、まあ、人によって考え方もいろいろとありますが今後のように同じように ガス代が上がってきてしまうというふうに考えるのであればより幅広く使われているイーサだよねっていう考え方もまあ一つはあるんじゃないかなと思います。その一方でイーサ2 0に本当にしっかりと、えーまあ、そもそもまずスケジュール通りに移行できるのかっていうポイントとあとは2.0に移行して本当にガス代って下がるのみたいなところもやっぱ疑問はあると思うのでこれはやっぱり2.0に移行するまでまだまだこの議論は続くと思いますし。 2.0に移行した後も場合によってはこういった議論続いていくと思うので、まあ、この辺りのトークンの,、えーまああの価格の推移に関しては、まあ、ちょっと注目をしていいいきたいなとと思います、はいまあ、ちょっと今大きく下がってきてはいるのでここでディップで買ってやろうみたいな感じよりもちょっとどの辺りが価格の底になるのかっていうのをちょっと一旦見極めてから入っていかないとかなりやけどする可能性があると思いますので注意していただけたらと思っております。 はい、えー、次なんですけれども、えー、皆さんこのイートローっておそらくあまり馴染みがない名前かもしれませんがこれアメリカの方の、えー、取引あの上なんですよねで株とかも扱っているところなんですがここから A だと、えー、カルダノと、えー、トロンですね TRX のトークンがディリスト、えー、取引できなくなりましたとで、えー、これはステーキングも同様の状況なんですけれどもこれはアメリカ国内での 規制ののいいろいろ諸々の条件を鑑みてディレクトしたということになっているんですがこの流れについて他の取引所でも同じような流れになるんじゃないかというふうな不安が結構出てきていますと。で一応価格の推移がどういうふうになっているのかっていうのはちょっと一応見ておいた方がいいと思うのでえ見ていきたいと思うんですけれども。えー <laughs> はい、こちらですね、このニュースが出た後もどん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 下がっていって、えー、そもそもやっぱり体のアップデートをした後に、そんなに大きな開発のニュースとかっていうのもやっぱり出てこなくて、開発もちろん進んでるんですけど、まあ、本当に何か、あのー、市場の目を引くものっていうのが出せていないということもあって、まあ、ちょっとダウントレンド継続している、で、プラス今回のニュース出てしまったことで、アメリカ国内から、あのーまあ、撤退という言い方は新しくないですが、そのディリスト。 取引所からの除外みたいのが今後も加速するという可能性が出てくる。で、そうなってくると、やはり今後、こちらに対しての投資の継続っていうのは難しいかもしれないので、少し様子見たいよねっていうような感じにはなっているのかと思います。まあトレンドライン的にも、まあこの辺りのラインを引いておくのがいいのかもしれませんが、まあ、ちょっと厳しいですよね。はい。まあどんな感じになっていくかわかりませんが、まあ引き続き非常に人気のある あのトでではあると思うので、まあ、この取引のバンドを上に上に受けていけるような何かあの材料がないとこのままどん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 下がっていってしまうかなと思うので、まあ、この辺り触るときはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますので皆さんにちょっとご紹介を差し上げましたはいということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか結構いいニュース悪いニューストークンによっては出てきていますけれどもやはり大きく今トレンドとしては メタバースの関連の銘柄かなと思っていますし、まだまだこれらに関連したいいニュースっていうのは継続して出てきそうかなと正直思っております。まだ大きな大きな企業がどん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 このあたりに投資をしていきますよみたいなニュースっていうのが正直出てきていないというか今後出てくるとは思うんですけれども今回アリダスだったりとかグッチもありますけれどもそういった まあ、いわゆるハイブランドだったりファッションブランドが今後参入してきてでかつより多くの,あの幅広い企業が今後参加してくることになればもっともっと大きな経済圏になっていってえ中で取引される土地だったりとか、まあ、そういったこともどん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 高騰していく可能性もあるのでこのあたりおそらく今我々としてはいくらが適正価格なのかとか経済圏がどれぐらい大きくなるのかっていうのは想像の範疇をまあ超えていると思うんですよね。 なのでまあ、そう考えると、まあ、今あ,のある程度仕込んでおいて、まあ、1年後2年後どうなってるかっていうのを見るというのでも、まあ、結構面白いのかなとは思ったりはしています、まあ、ちょっと短期的には今非常に入りづらい、えー、価格帯というかチャートではあるんですけれども、まあ、長い目で見て、ね、放置するというような意味では、まあ、悪くないのかなと結果的にですねっていうのはあるかもしれないなと思っております はいといとうこととで、えー、皆さん今日も動画ごご視聴ありがとうございました、えー、ここ最近ですねちょっとあのテーマ的に偏りがあるのがまあ過熱感が非常にあるので、えー、心配ではあるんですけれどもまあ逆に言うとそれぐらいしか今あのテーマというものがなくて結構ビットコインだったりとかイーサーに関しては、えー、テクニカル頼りになってきている面もあるので、まあ、今後あのイー二点2 0に向けて2022年の第1コーナーにはですねザマージが えー、まあ、あのトピックとして上がったりとかっていうのは色々ありますが、あの、まずは、e、え、s、ー、ー,ーのイベントとしては12月の9日ぐらいにですね、CME に、えーえー、先物が上場されるとかっていうのもイベントとしては待ってはいるので、えー、そのあたりの値動き、まずは一つ注目をしていきたいと思います。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。